はい、というわけで今回もこのゲームやっていきます。まあ、前回もねこのゲームをやったんですけど、まあ、この青い鳥がその寝たとこで終わったんで、その続きをやっていきます。はい、何するんだろう。あ、このね、この青い鳥の家の、その、ところで、なんか薪をゲットしたんですけど、これですね。これ、このかまどだから多分入れますね。はい、薪置く。あ、火がないのか、でも火がないっぽいですね。お、なんだ、椅子を運ぶ、上に乗る。放っておく、ありますね。まあ、放っておくで。いろんなところありますね。いい感じの古時計。小さな穴が開いている。なんだろう。あ、なんかタンスの上に虫眼鏡置いてあるけど、これは取れる。その上に、あ、これか。これですね、多分。運ぶ。あ、そんな持ち方すんだ。じゃあ、ここに置く。ここに置くってことはできん。あれ？ここに置けないの？あれ？まあいいや。なんだこれは。あ、釣り竿。あ、この、鳥が使ってた釣り竿ですね。じゃあこれで釣りしますか。なんか餌ついてんね。はい、まあやっぱ餌がついてないとやっぱ釣りはできないっぽいですね。どうすんだろう。まあ、餌を探すのか。あ、これか？この、なんか、鳥が食べ残しみたいなやつ。あ、じゃあジュースじゃない、ジュース。お、チーズを手に。チーズか。チーズって餌になるのかな？魚ってチーズ食べるのかな？あ、で、ここで組み合わせることができるんですよね。ここで、はい。チーズを釣り餌にした。はい。ここで、釣りをする。はい。お、魚が？お？なんだ？何もなかった。やっぱ、魚取れないか。そうっすね。あ、もしかして、ここに、ここ確かなんか、モグラが住んでんだよね。それで、なんか、おー！あれ？なんだ？お？なんだ？もしかして？来たー！え？モグラどこ見てんの？まあ、いいや。なのさ、バカにしているのか。ああ、そうさ、確かにチーズを食べた。だから、なんかちょっと怒ってん。はいはい、どうせこれが欲しいんだろう。いや、しいやつめ。モグラも喋れるんだね。クラブ型の宝石。あ、この前、前回もこの銅像が、なんかちょっとわかんなかったんだけど、こう、いろんなやつがあるんだよね。はい、じゃこれをはめ込む。お？あ、なんも起こんない。多分、4つあるから、これ全部4つはめたら何かが起こるんですよ、多分。どうしよう、次何するんだろう。この虫眼鏡なんで取れないんだろう。虫眼鏡。あれ？これ絶対ここに椅子を置いて取るやつだと思うんだけど。他にどこに、ちょ、置いとこう。はい。古時計。あ、これもなんか、運んで、あ、こっちを置けんのか。ちょ、どういうことなの。はい、上に乗る。何もないんだ。この窓とかは、お、なんか、紙があるけど、届かない。なんだこれは。お、ハートの宝石。よし、じゃ早速、はめに行きましょう。もうなんか、鳥が寝てる間に、なんかいろんなことしちゃってるけど、いいのかな。勝手に地図取ったりしたけど。まあ、いっか、なんか好きに使ってとか言ってたしね。これが、なんで置けないんだろう。そこじゃないんだよな。お、お、あれ？なんか普通に置けた。お、虫眼鏡の手に入れました。はい。で、虫眼鏡。あ、ここだけさ、日が当たってるよね。もしかして。
どうすんだろう。一個が回して地面に。ここだけなんか日が当たってなんか怪しいんだけど。なんだ？なんかこれさ、虫眼鏡で火をつけてさ、木とかを焼くんじゃないのかな。ダメか。あ、燃料がないからか。その燃やすものがないのか。その燃やすものを探さなきゃいけないのかな。なんか釣りとかで、釣りするか、じゃあ。来ないかな。なんか来い。なんもない。お？引きを感じる。ていうか、餌つけてないけど。餌つけてないのに、ブーツか。魚じゃないのか。これブーツとか使い物になるのかな。このブーツ、なんもないっぽいですね。燃料、あ、ブーツを燃やして、燃料にするみたいな感じかな。違うか。調べます。お？何かがブーツの底で光っている。なんだ。ネジ巻き、手に入れました。ネジ巻き。ネジ巻き。あ、もしかしたら時計にはめるやつかも。はい、運ぶ。置いて。ネジ巻き。ね、あ、そうか、一回上に乗んなきゃいけないのか。上に乗って、あれ？あれ？あれ？え、上に乗って、あれ？ネジ巻き。じゃあ、これ普通に椅子いらないのかな、もしかして。いや、椅子いらなかった。時計のネジを巻いた。お！来た、なんか宝石が。ありますね。はい。上に乗る。ダイヤの宝石。ダイヤモンドの宝石かな？なんか緑色だけど。まあ、これは多分はめるんですね。なんか、4体いるけど、何すんだろう。また釣りしてみるか。またなんかかかるかも。なんでさっき釣れたんだろう。なんかよくわかんないけど。何も見つからないか。どうすんだろう。からどうすんだ。モグラはちょっと怒っている。放っておこう。確かにさっきなんかちょっと怒った。宝箱はロックされている。スペースあとこの一つで何かが起こるんだよね。でこれなんかここだけだとさ、光当たってんのちょっと怪しいんだよね。なんかないか。このコウモリもなんかちょっと怪しいよね。なんだろう。あ、さっきもこれ、これもなんか取れないんですよね。あ、椅子使わなきゃいけないのか。そっか。そんな、別に椅子に使わなくても取れる高さだと思うんだけど。はい。窓に挟まった紙切れを手に入れた。よし。椅子もね、ちゃんと戻しておこう。はい。鳥はいつまで寝てんだろう。夢の中にいよう永遠に。どういうことだ？寝言。それはなんかね、結構寝てるんですよね。はい。これは手に入れました。紙、チェック。文字は書いている。地獄、怖い。なんだ？これ燃料にする。これで置いて、はい。お、これは？来たー。よし。お、丸まった紙切れが燃え始めた。やったー。あれ？あ、さすがにこのままじゃ手に入れられないから、何か燃やすのかな。これで釣り竿を燃やしたら、確かにあの人の釣り竿だもんね。あの人のこの前結構命令してきたのよ、なんかいろいろ。まあいいや。じゃあこれでいいのかな。この前作った、おお来た、松明みたいな感じかな。はい。来たぞ。これで、お、薪がくべてあるから、チェック。枝が燃えている。メラメラ。
おお、あの紙をさっきの燃料にして、虫眼鏡で引火させて、この枝につけたってことですね。お、燃えてるぞ。あれ？なんもない。なんもないの？おほ。あ、コウモリだ。誰だよ、気持ちよくね。あ、ちょうど、あそこの、煙突の部分にコウモリがいたから。で、煙が出て、起きたってことですね。気分悪いな、じゃあな。お、なんか落としてたぞ。お、これが最後の宝石か。あれ？小さな鍵を手に入れた。鍵ってなんだ？これか？四角い穴がある。なんだろう。チェック。小さな鍵だ。なんだろう。ここか？あ、ないか。まあいいや。まあ次回はこの最後の宝石を集めます。はい。というわけで今回はここまでにしようと思います。次回もお楽しみに。